ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介するお車がアルピナ B3 リムジン2022年式500キロこちらの車両になります。小島さん、はい、アルピナ今回紹介なんですけど、今まで何回か撮ってますけど、アルピナちょっと紹介するの嫌なんですよね。なんで？あのプレッシャーが。なんで？クロートの車じゃないですか。そうですね、で動画を公開すると、必ずコメント欄にも、もうプロフェッショナルの方が現れるじゃないですか、めちゃプレッシャーなんですよ。それちょっと心を広く教えていただけるということでそうですね、まあ本当に教えていただけるのは本当にありがたいんですけど、あんまりこう間違った説明とか、こう下手な紹介できないなと思って。そうですね、アルピナ語るなとね。そうですね。で今回もういつも以上にこう調べようと思って、アルピナのホームページをパッと開いたんですよ、そしたら今なんて書いてあるか知ってます？分かんない。円数のための車ですみたいな書いてます、円数ジアスとか、いやもう熱狂的なそういうマニアのためのなんか車ですみたいな、もうそっと辞しましたよね、ホームページを。そうですね、じゃああらかじめマニアの方じゃない方に向けてのご紹介とそうですね、ちょっと至らないところはいつも通りコメントいただけると幸いでございます、というわけで、できる限り紹介したいと思います。逆を返せばそれぐらい魅力のある車ということですね。本当に成り立ちから、その周辺のことだったりも、もう語り尽くせない車なので、今回一部になりますけど、ご紹介します。でまず概要なんですけども、言わずと知れた BMW をベースとした独自モデルを販売するメーカーなんですよね。メーカーです。でドイツ連邦自動車交通局にもう自動車製造会社としても登録されてるんですよね、ただドイツって結構いろいろあるんですよね。っていうのはブラバスとかテックアートも実は登録してるんですよ、そうなんですね。そうです、だ結構チューナーでも、もうメーカーというかその自動車メーカーを名乗れる承認を受けてるところって結構あるんですけど、そんな中でも BMW とかなり距離も近いですし、しっかり車検証もアルピナになるんですよね。アルピナです、というわけでそんなメーカーになってます。でアルピナって言っちゃいけないんじゃない？ BMW アルピナ、BMW アルピナだ、途中で掘り下げたいと思います、でもうなんか従業員も300人ぐらいで、なんか年間1700台ぐらいしか作ってない、でなんか日本向けは200台とか300台ぐらい、だら全体の比率でいうと結構多い方らしいですね、ただやっぱりメインのマーケットがドイツ、アメリカ、中国、その次ぐらいが日本ということで、割と世界的に見ると結構入ってきてる国になるそうです。で先ほど小島さんも触れましたけど、2022年に BMW が商標を取得してるんですよ、正式に BMW 参加というか、かなりもう BMW の資本が入った形になっていると。ただ2025年までは今までの BMW とアルピナの関係ということで、基本的には変わらずらしいです、ただ2025年以降どうなるかっていうのがかなり注目されているらしいですよ。この辺はねすごい気にされてる方多いんじゃないですかね、で実際にその働いてる300人ぐらいも配置転換になるんじゃないかみたいな話も出てるらしいです。っていうのはこの後触れますけど、なんか結構車を運んだりとか、パーツを BMW に運んだりとかっていう結構こう、全く資本が一緒じゃないんで、ちょっとこう合理的じゃないことを今やってるんですよね、そこを合理的にするっていうことでしょ。そうです、ただそこで若干こう、カラーが変わっちゃうんじゃないかっていうのは、いろんな読み物に書いてありました、そして今回ご紹介するのが G21 型の3シリーズをベースとした B3、でこれもうすごくざっくり言うと、パワーアップしたエンジン、再セッティングされた足回りだったりだとか、あとステアリング、あとブレーキなんかも独自チューンが施されている車両になってくる、そしてあともう一個ポイントなのは、今回ご紹介するこの B3 なんか前期後期あるみたいですね、というわけで馬力がちょっと違ったり仕様がちょっと違ったり、あとは途中でフェイスリフトしますから、フェイスリフトなんかもあるんですけど、今回ご紹介するのは前期型ということで、こちらをご紹介します。でまずもうアルピナといえば、このボディカラーじゃないでしょうか、アルピナブルー。アルピナブルーですね。アルピナといえばこのカラーなのに、これ優勝カラーなんですよね。優勝です、でしかもなかなか高いんですよね。高いです、40万円以上するっていう、だ標準だとアルピンホワイト、アルピンホワイト、そうですね、だけなんですね、だからもうそのボディで来るもんだから、そこからまた塗るってこと。そういうことなんですか。そうじゃないの多分。でももうこの方ぐらいだと BMW で塗ってますよね、塗ってるんだけど、やっぱりその生産ラインに入れるのにやっぱお金かかるとか、そういうことなんですかね。多分そうじゃないの。なんか比率に言うと、なんか仙台に1台ぐらいがアルピナらしいですよね、っていうのは今昔と違って、BMW がほとんどの部分製造してるんですよね、そうですね、
でサスペンションだったり、まあ、ボディもそうですけど、うん、まあ、おおよその部分を BMW が製造して、うん、エアロパーツだったり一部をアルピナで、はい、まあ、あと内装とかさ、はい、でその BMW の組み立ての時に、うん、なんかアルピナの専用の部品も BM に納品してるみたいですね、うん、あ、そうなんらしいですよ。なんかその冷却のそのコア一式とか、はいはい、まあ、細かいパーツとか、はい、多分もう BMW に先に納品して、うん、BMW で組み立ててもらって、うん、ある程度出来上がったものがアルピナに運ばれて、うん、最後の仕上げをするっていう形らしいです。そうですね、はい、っていうふうにあの僕が見たあのドキュメンタリーではそういうふうになってました、はいはい、というわけで。それはいつからなの？わかんないです。あ、そうなんだ。一番最初ってもう車バラバラにして、そうですよね、作り直すとこからですよね、うんうん、あるところから、まあ、BMW と距離がかなり近い、しかも認められてるということで、はいはい、まあ、そういう製造方法になったらしいです、うん、というわけで、まあ、一番スタンダードともいえるこのアルピナブルーのこちらのボディカラーになってる、はいはい、そしてあとはリップスポイラーがこの専用のもの、もうこれなんかおおよその形変わらずっすよね。そうですね、やっぱり変わらないアルピナって僕思うんですけど、やっぱ変わらない良さっていう、まあ、アルミのデザインからもそうだし、昔からもう絶対変わらないですよね、多少変化はあっても、ね、うん、あの違う車種になってもおおよそこの形で来てると、うん、まあ、あのこの後紹介しますけど、タイヤホイールなんかも要はそれでセッティングだったりだとか、うん、空力がおおよそ計算されてるっていうのがあるみたいです、はいはい、というわけでここがダクトになってる、はいはい、アルピナのロゴの入ったリップスポイラー、はい、でこれちゃんとあの風洞とかに入れて、うん、全部空力も計算して、はい、でなおかつこの、まあ、3シリーズに関してはコアにエアが当たらないですけど、うん、他の7とか X7 とかに関してはそのエアのその通り道、うん、まあ、あとはそのブレーキのダクトだっけな、はい、の辺のこのクーリングなんかもアップするようになってるらしいです。そしてあとアルピナといえばデコライン、はいはい、というわけでこのリップとあとサイド、はいはい、こちらにもデカールが入ってると。これもあの優勝のデカールがあるんですよね。色は違うんです、はい、そうです、黒いやつでしたっけ、はいはい、その辺なんかもある。そしてあとはやってきました、足元がアルピナクラシック20インチ、はい、なんか標準が19インチなんですか、はい、19インチでオプション あのパッケージが入ると20インチに変わります、はい、単体でも変えられると思いますけど、中のレザーだったりとセットになったパッケージオプション、はい、というわけで標準19インチから今回はこの20インチのアルピナクラシック、はい、こちらが装着されていると、はい、でこれがインチアップしてるのどうなのっていうのを結構書いてる市場レビューがありました、うんうんうん、今までって選べなかったんですよね。選べなかったですね。それがこの G 型からはなんと19から20にアップすることができるということで、もともとこのタイヤでセッティング出してるっていう触れ込みだったじゃないですか、うんうん、じゃあそのサスペンションのセッティングを19インチにしてあるの、うん、20インチにしてあるのってちょっと謎じゃないですか、うん、どっちに合わせてあるか、合わせてあるのかってね、はい、でなんか両方の味を味わえるんじゃないの。そうなんですかね。どうなんだろうか。さすがにでも電子制御のダンパーを、うん、コーディングとかで19インチ用とか20インチ用ってしてないと思うんですよ。だからあれじゃないの、タイヤも一車種にしたんじゃないの。だからそうなんですかね。だからそのこのタイヤのメーカーじゃないとアルピナの味は出せないですよっていう風にしてるから、まあ他のメーカーだったら、ね、はい、いろいろ認証でもいろいろパターンあるんじゃないですか。確かに。だからこのピレリだけにしたのは、はい、その理由があるんじゃないですか。 ALP って言って、はい、アルピナの承認を受けてる、うん、はい、特殊なタイヤが今回装着されてると。なんでいろんな夢も読むと結構乗り味がこの世代は独特というか、もう極端に言うと硬い少しっていうのが多かったです。じゃあちょっとあとそれ乗ってみてよね。そうですね、うん、ちょっとあの今回も街乗りレビューなんてどこまでお届けできるか分かんないですけど、いやいや、はい、でもちょっと M と違ってアルピナってやっぱりその街乗りもやっぱり重視してる作りしてるじゃないですか、はい、だからそこはまあいいんじゃないですか、はい、そういうところも。というわけでこちらのホイールが装着されている。あとは、奥に見えるブレーキの方が 395π の巨大なブレーキがついている、はい、でこれ何の部品使ってるのかなと思ってバーッと探したんですけど、はい、あの分かんなかったです。760です。やっぱり、はい、でパーツリストから追ってったら、はい、この 395π っていうのが760のサイズなんです、はいはい、もう BMW 最大級じゃないですか。そうです。だからまあ19インチまでしか履けないってことですよね、はい、インチダウンしても、うん、だから12気筒を、ね、止められる。そうですね、このあの最高巡航速度300キロオーバーなんで、はい、まあ、この辺必要になってくるかなと。そしてあとはキャリパーなんかもこのブルーのアルピナロゴの入ったキャリパーになって、はい、であとサスペンションの方が電子制御のショックの方は純正と一緒ですよね、うん、BMW と、はい、見た目ももちろんそうなんですけども全く3シリーズとは別の車になってると思いますね、はい、この辺のレビューもしてみたいと思います、はい、であとは全体的にはこのデコラインが入ってたりとか、はい、全体的なシルエットは3シリーズっていう感じですよね、うん、そうですね。
ただ今回の車はカーボンルーフが、そうなんです、設定あるんですか、びっくりしたんですけど、これはあの今回お車もちろんこれ買い取りさせていただいたんですけど、はい、多分ないでしょうって言ってました、お客さん。ないっすよね、はい、見たことないっすよ。新車の時注文するときに勧められたっておっしゃってたんですけど、はい、新車のオプションのその価格あるじゃないですか、オプション表見ても、はいはい、カーボンルーフって設定ないんですよね。あ、そうなんですか。ないんですよ、はい、なんか裏メニュー的な感じなんですかね。どうなんですかね、だかそれ営業の人に勧められてなんて言ってました、ね、あのアルビナカーボンルーフ、少なくとも僕は初めて見ました。もう見たことないです。だから結局カーボンルーフって M モデルしかないですよね。そうっすよね、はい、だからやっぱりないですよ、はい、うん、というわけで非常にこの辺の珍しいオプション、はい、で今回街のレビューなんて、はい、このルーフが軽量化されてちょっと低重心化されてるところまでは多分わからないと思いますけど、まあまあまあそうですね、はい、まあ、ちょっとその辺も意識して乗ってみたいと思います、はい、そして後ろも、はい、同じく20インチで巨大なブレーキになっていると。でリアも結構ローター径がアップしてて345π、これなんか M パフォと同じサイズみたいですね、はい、というわけで、まあ、片押しのまんまですけど、まあ、非常に巨大なローターになっていると。というわけでこんな感じになっております、はい、続いて後ろに回ってきまして、はい、後ろもアルピナパーツ盛りだくさんということで、はい、まずこのトランクスポイラー、はい、これなんか歴代よりでかくなってません？ちょっとね、なんかね、ちょっとよくも悪くもアルピラってなんかちょっとこうおとなしいナチュラルな感じでしたね。そんな感じするけどちょっと主張がありますよね。結構厚みもあって、はい、しかも割と四角いというか、はい、角もこうある感じ、はい、この辺もしっかり風洞に入れて、はい、空気の流れなんかも全部確認しているパーツになるみたいです、はい、そしてあとはアルピナのエンブレムもしっかり入って、はい、B3 っていうのがあのガソリンモデルですよね、はいはい、あともう一個ポイントなのはこちらの B3 あの4駆なんですよね。4駆です。ただ X ドライブ的な表記は全くどこにもないんですよね、はい、まあ X ドライブって言わないですもんね。まあまあまあ、まあね、アルラット、アルラット、アルラット。でもアルラットの表記もないんですよね。アルラットないですね、はい、だから外から見ると4駆モデルなのかわからないですけども、はい、一応実は4駆モデルということ、うん、そしてあとランプ類の衣装なんか全部共通っすよね、はい、で下側に行ってディフューザー、はいはい、これがアルピナ専用パーツになると、はい、そしてマフラーもですよね、はい、でマフラーの先代でしたっけ、うん、あのアクラポビッチが作ってましたけど、ね、はい、この方はどうも違うっぽいですよね。それね、そうですよね、なんかちょっと見てもないよね、書いてないですよね、書いてない。先代はアクラポのロゴも入ってたんですけど、うん、この型になると、うん、あのアクラポのロゴもないですし、うん、マフラーの作りがそもそもアクラポの作りじゃないんですよ、うん、溶接とかもどこなんだろうね、ちょっと分かんないですよ。この辺もじゃあコメントいただけましたら、ぜひ、はいはい、ぜひコメントいただけると幸いでございます、はい、まあ、気になるサウンドの方はこの後聞いてみたいと思います、はい、続いてトランクの中を見てみたいと思います、はい、でオプションのこの電動の、はい、トランクも付いてるということで、はいはい、こう装備はねちゃんと選んだ。この辺付いてない車結構あるんですか？ない、 あります。オプションじゃないのあるから。あ、そうなんですか。そうそうそう、だから新車の時にちゃんと選んでおかないといけないのはあると思います、はい、もう今回の車もバッチリ選んでるんでいいですけど、はい、であの室内の装備、うん、他の部分も選ばないと付いてないんですよね、うん、選ばないと付いてないです。本当に何にもないアルピナは、はい、本当に何もないんですよ。本当に何もない、そう。ナイピラなんですよね。ナイピラ、ナイピラ、はい、アルピラならぬナイピラなんですよね、はいはい、というわけでしっかり今回のこの辺もついてると、はい、そしてあとトランクの中に関しては、はい、あの普通の3と変わらずですよね、はい、素材だったりサイズだったりも全く一緒、はい、ということで、まあ、念のための確認ということなんですけどゴルフバッグ、はい、余裕ですね、はいはい、一応こっちのネットも下げられるんですもんね、はいはい、というわけで、まあ、この辺なんかはしっかり、はいはい、使えるサイズになってるのかなと。一応トランクするもしますか、はい、まあ、BM の場合トランクからこのシート倒すレバーがついてるんで、まあ、この辺なんかも割と使いやすいのかなと。もう3手もベースの3手優等生じゃないですか。そうですね、はい、というわけで、まあ、この辺の日常使いにも優れた仕様になってると、はい、こんな感じのトランクになっております、はい、続いてインテリア見てみたいと思います。インテリアこれめっちゃかっこいいじゃないですか。色はね、いいですね。色かっこいいっすよね。かっこいいです、はい、これ色何色って言えばいいんですか。きなり色こちらがパッケージオプションのバーネスカレザーインテリア、はい、であとこのセットに当ててレザーフィニッシュダッシュボード、はい、あのこれ340でも基本合皮なんですよね。そうですね、はい、インディビジュアルのオプションを選ばないとこのレザーのダッシュにならないということで、はい、でそれプラスハーマンカードンだったりだとかアコースティックガラスその辺なんかも付いてる非常に豪華なインテリアになってると、はい、であのコンフィグ見てびっくりしたんですけど、うん、あのつけないと本当に何にも付いてないんですよね、うん、本当にそうね
はい、本当に何もないです、ね、あのアルピナ色があまりない、うんうん、はい、本当になんか BM とあまり変わらないんじゃないの、はい、みたいな内装にもなりかねないですよ、うん、組み立て方によっては、はい、ただ今回のお車は非常に、まあ、華やかさもありますし、はい、豪華なインテリアになっていると、うん、でアルピナといえばもう基本的に何でもやってくれるんですよね、はい、だたまになんか中古車市場でも、うん、とんでもない仕様の内装のとか出てきますよね。たまにねこれ純正でやったのかどうか分からないけどねすごい個性的なのとか出てきますけど、ああ、ね、まあ、基本的には今回あのコンフィグで選べる、はいはい、内容になってますんで、まあ、非常に乗りやすさもあるかなと、はい、そしてあとはそれプラスしてメーターなんかも専用のメーターになっていたりだとか、はい、あとはセンターのコンソールに番号が入ってたりとか、はい、こんなインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います。これスカーフプレートもまだ養生が貼ってありますけど、はい、しっかりここもアルピナになってると、はい、でマットもアルピナのこのバッジがついてる、はい、マットになってると、はい、そして乗り込むと基本的には3と変わらずですが、はい、いい感じです。シート座った感じどうですか。シートこれ340とクッションとか一緒じゃないですか、うん、ですよね。同じです、はい、そして調整自体は割と細かくできる。 あとオプションランバーサポート、はい、あこれオプションなんですか。オプションです、はい、この辺なんかもしっかりついてると。でもこれ出た当時はあれですよ、はい、ランバーサポートってあの半導体問題でつけられない人もいたんです。そうなんですか。そうです。だからつけられてるっていうのは意外に、はい、なるほど、はい、というわけでこの辺なんかもしっかりついてると。であと各部このパネル、うん、はい、ガルバニック仕上げ、はい、このマットのシルバー、はい、あの各 BMW でもジョイグレードについてる、はいはい、この辺なんかもしっかり、これもオプションなんですよね。オプションです。なってると。あともう一点このステアリング、うん、これがあのいろんなところに書いてありました、うん、太くないですかっていう。もともと太いからね。あの BM 太いですけど、うん、基本的にでも M ベースの太さじゃないですか、うんうん、前代より全然太いですよ ね、はい、ただこの辺もしっかりアルピナカラーになってて、はい、内側がグリーン、うん、はい、あ全部グリーン、あ、はい、下がグリーンで上がブルーのこのステッチになってると、はいはい。でこれなんか読み物に書いてあったんですけど、うん、変えらんないらしいですね。要は、うん、あのセンサーが入ってるから、うん、ステアリングとごと交換っていうのはできないみたいですよ。あ、そうなんだ、そうなんだ、うん、そうだそうだね、はい、今ね、そうです、なんかそのレーンキープとか、うんうん、その辺が入ってるんでできないらしいんですよ、うんうん、なんで、まあ、仕方なくじゃないですけど、うん、まあ、ベースを生かして、うん、まあ、ちょっと太いですけど、うんうん、これになってるらしいです、うんうん、だから先代から乗り換える人は、うん、結構ここステアリング違和感あるんじゃないかなっていう。結構太いじゃないですか。そうね、はい、うん、センサー問題があって変えられないんだ。そうだそうだ、絶対そうだね。最近各種チューナーもそうらしいですよ、うん、そうですよね、はい、ただなんかレザーをギチギチに巻いて、うん、なるべく太くならないようにしてるらしいです。だから M って結構ブニブニのステアリングじゃないですか、うん、そんな感じしないですよね。そうやって感じと、はい、どうです。結構硬いというか硬い感じですか、はい、普通のステアリング並みの硬さあるです、はいはい、というわけでこのステアリングになってます。アルピナの独特、はい、あの特徴的なパドルステアリングがボタンになってるんで。何でしたっけ、スイッチトロニック、はいはい、この辺のパドルも交換しちゃって。でも今回からパドルもオプションで選べるんですね。見たいですね。見たいですよ。GT、はい、あっちはなんかこのゴールドのパドルがついてたりとか、はいはい、この辺もどうなんですかね。この辺もでも乗ってて、はい、皆さんアルピナ乗ってる方ってそこやっぱりあんまり知らないんじゃないの。ああ、そうなんですか、ね、M じゃないから。まあまあ確かに、うん、もちろんでもね、それで楽しめる時もあるけど、はい、まあ、そうじゃない乗り方をしている人の方が多いかもしれないですね。なるほど、うん、というわけでそんな違いもあったりとか、当然エアバッグも変わってます、はい、そして出てくるメーターも全部アルピナになってると。であとこの辺は全部共通ですよね、はい、はい、というわけで全部一緒。置くだけ充電もあついてるじゃないですか、うん、はい、それもさっきの半導体で、半導体問題で注文できないタイミングがあったということで、うん、であとこの辺のパネルはピアノブラックになってるのかな。そしてアルピナ B3 のこのプレートもついて、そしてアームレストの中はこの辺も共通ですね。 USB のタイプ C が1系統ついております。そしてあとはアルピナアンスラサイトの黒い天井が標準装備になるということで、ピラーもルーフもバイザーも全部黒になってると。だいぶいいっすね、うん、はい、というわけで、あと今回の車は居留室なのにレーザー探知機とドラレコついてるんですか。そうです、はい、まさかのこの激薄の走行距離なのにしっかりその辺もついているということで、非常にお買い得な車両になっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンがかなり手が入っているということで、はい、あの先代までは M を除くトップレンジのエンジン流用ですよね、はい、そうです。
がこの方からなんともう M のエンジンを使っているということで、なんとエンジンの型式が S から始まる、はい、S58 現行 M3、M4 と同じですよね。同じですね、はいはい、エンジンが搭載されていると、はい、で仕様の方が 2998cc 直六ツインターボ、馬力の方が462馬力ということで、あの M4、M3 よりかもちょっと馬力の方は抑えてある、はい、だその代わりトルクが出てるみたいですね。700ニュートンということで、はい、あの M モデルだと650ニュートンだから、うん、もうすごいトルク寄りのエンジンになってると、うん、でなんか吸気関係と、うん、あとタービンとあと冷却関係がもう標準のものよりかなり見直されてるらしいです、うん、まあ、あの最高速度を最高巡航速度にしてるぐらいなんで、うん、まあ、コンスタントにそのパフォーマンスが発揮できるような仕様になってるそうです、はい。そしてこれに組み合わせるミッションの方が ZF 製の発足オートマ、当然4駆なんですけれども FR モードないらしいですね、はい、だ基本的に全部4輪駆動、はい、そして0100 3.8秒、マックス最高巡航速度、はい、303キロということで、はい、あの CM がすごい印象的ですよね、はい、見たことあります？え、やはりイメージないな。本当ですか、うん、なんかスーパーカーかなんか、うん、スポーツカーかなんか忘れちゃいましたけど、うん、があのすごいロックなサウンドだから激しいサウンドでこう競争してるシーンから始まるんですよ、うんうんうん、で一方このアルピナ車種は忘れちゃいましたけど、うんうん、なんかクラシックかなんかを流しながら、うんうん、はい、クラシックかなんかの、はいはい、BGM で優雅にそれをぶち抜くっていう、あ、はい、もうまさにそれです ね、 そうですね、アルピナを本当に、はい、こう映像化したって感じだね。そうですね、あのそういう CM もあるぐらいの、うんうんうん、はい、まあ、そういった仕様になってると、うん、であとギア比もなんか340とかあと M3 とも全然違うギア比になってるそうです、うんうん、はい、まあ、その辺当然といえば当然かもしれないですけど、で、ね、はい、で僕が見た感じだと M3 ベースで1速から3速変更してるんじゃないかなっていう感じです、うんうん、後半 の、 あの高速側のギアは、うん、あの最高速度もあるんで、うん、割と M3 と近いしギア比だったんですけど、うん、あの低速ギアが全然違いました、うん、で調べたらなんか5から7あと X5 から X7 その辺と共通のミッションっぽいです、はい、だいろんななんかそういう純正パーツ、うん、まあ、ブレーキもそうですけど、うんうん、まあ、独自に組み合わせたりチューニングしたりして、まあ、車を作り上げているということで、まあ、僕がごときが乗ってもこれ多分全然レビューにはならないと思うんですけど、はい、この後ちょっと素人レビューで、まあ、感じ取ることがね、はい、お届けしたいと、はい、お届けしたいと思います、はい、続いて東海道見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう、はい、あれこれスターターのボタン青くなかったですよね。オレンジ色だった気がする普通に。ああそう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 ですよね。イルミネーション青になってますよね。そうこれそう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 本当だ。芸が細かいですね。であとちょっと行く前に少し触れておきたいんですけど、モードが増えてるんですよね。モードエクストラ エクストコンフォート、はい、コンフォートのコンフォート、さらにコンフォートがあるね。あ、コンフォートプラス、コンフォートプラス、はい、エクストラ
エクストラコンフォート設定、そうです、はい、というわけでさらにソフトがあると、はい、アルピナならではですよね、そこは。そうですね、はい、だから BMW によって作らせてるわけですよね、そのデータを。あ、そういうことだね。ですよね、ここに入ってるってことで、こっちのデータも、うん、でさすがにこれ車はあれですよね、全車この紺色ですよね多分。あ、色が変わるってことはないってことね、はい、あれこの間でも M2 がボディカラー合ってましたよね、分かんなってたね。でワンちゃんこれ合ってる可能性あるですかね、うん、はい、そしてメーターはおなじみのアルピナメーターで、はい、なんと340キロまで、はい、はい、すごくないですか、300キロ巡航っすよ。日本だとほとんど使わないですけど、うん、はい、しっかりアウトバーンでぶっ飛ばしてみたいです、はい。あ、そしてちょっと行く前に話長くていいですか、はい、こちら の G 型の B3、はい、はい、あの東京モーターショーでこれワールドプレミアになってるんですね、はい、僕そういえば行ってるんですよね、その時。あ、行ってるんだ。行ってんすよ、うん、その時あんまり詳しく見なかったんですよね、うん、で後でこれニュース記事見てびっくりしたのが、うんうん、あの2代目社長のボーフェン・ジーペンさんも来てたらしいですよ。あ、そうなんだ。はい、あ、さすがに創業者の方はもう結構高齢なんでいらっしゃらなかったみたいですけど、うんうん、2代目社長も来てたらしいです、うんうん、はい、ちゃんと見とけばよかったと思って、はい、そうなんだ。でその創業者の方も、うん、あの去年亡くなってるらしいですね。あ、そうなんだ。らしいですよ、去年2023年に亡くなってるらしいです、うんうん、で2025年に契約更新になるじゃないです か、うん、だからそれ以降結構 BM との関係が変わるんで、うん、車の作り結構変わるんじゃないかなっていう。ちょっとなんかお家騒動が入っちゃってる感じじゃないそれ、まあ、お家騒動なのか何なのか、まあ、効率化なのか分かんないですけど、うんうん、まあ、少なくともこの方でもいろいろ感じるじゃないですか、うんうん、そのタイヤのところだったりだとか、うんうん、セッティングのところだったり、うんうん、このステアリングのところだったり、うん、だから割とこうだんだんこう年々キャラクターというか、うん、アルピナ色も変わってってると思うんですけど、うん、はい、まあ、それ来年以降か、うん、まあ、大幅に変わる可能性があるんで。いや、それは絶対変えないと思うよ。変えないですかね。だって、まあね、さっきの当初の話じゃないですけど、はい、アルピナ愛って半端ないじゃないですか。まあ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 、そうですね。それをだったらもう なくしちゃった方がいいじゃんみたいな感じになってるから効率が良くなって。でもよりなんか M かアルピナかみたいなキャラクターになりそうじゃないですか。なんかBM がハンドリングし始めたら。いや、それもないですかね。僕たちがそれを煽っちゃってるだけじゃないの。そうなんですかね。だってこの車を出るときってなんかこう、はい、M と、はい、まあ、M が出る前にこれデビューしたじゃないですか、はい、だからやっぱり M とのすごいなんか競合だとかなんか比較だとかってやっぱり、まあ、比較しやすいからね、そうかもしれないけど、はい、実際の作りって全然違うじゃないですか。まあ確かにメディアはそうやって煽ってましたよね、確かに、うん、M かアルピナか全然違う車なんですけど、うん、っていう感じですよね、はい。というわけでどちらかというと340と、あ、そうですね。340をさらにパワーアップさせてるじゃないですか、うん、だ340と比較するのもちょっと違うかな、まだ違うかなっていう。だからそれぐらいかけ離れてんじゃないかなって思う。確かに感じはしますね。ていうかステアリングめっちゃ軽いっすね。すごい軽い。なんかステアリングのセッティングも独自らしいっす、うん、アルピナステアリングが軽いっす。だいつもこの太さだともう少し手応えあるじゃないですか、うんうん、だかちょっと不思議な感じします、うん。M の太さなのにちょっと軽め、はい。小回りは効いた感じですか？あんまり？ステアリングのそのギア比はあんま変わってないんじゃないかな、うん、3と変わんない気がするっす、うん、あとはなんか気になるところがその20インチ、うん、今どのモードから走ってますか？コンフォートプラスっす。いや、スポーツから行きましょう。スポーツから行くんですか？あ、マフラーが、バルブが開きました、うん。そして外で聞いて思ったんですけど、意外に排気音静かですね、やっぱり。はい、はい、そこはもうあのエレガントな、まあ歴代そうですけど、はい、そんなにめちゃくちゃレーシングサウンドではない。あ、硬いぞ、硬いっす。スポーツはさすがに硬いっす。え、車なんかめっちゃしっかりしてるっすね。あ、でもそんなんでもないっすね、スポーツでも。やっぱり20インチでこれスポーツですって言われたら、うん、嘘でしょっていうぐらいちゃんといなしてくれるっす。ただなんか芯がしっかりしてる感はあるっす。え、ブレーキめっちゃ効く。ただ初期制動は変わんないっすね。何と？普通の3と3と、はい、なんかレーシングカーみたいにガスみたいな、さっき乗ったまさにミニみたいな、うん、ああいう効きじゃないっすね。さっき乗ったミニはパッドを変えてて電子のパッド並みにちょっと効いちゃうんで、これ効きすぎじゃない、はい、って言って乗っただけですね、はい、そうですね、はい、あのパッドとローダーがもうタッチした瞬間にグググってなるああいう感じじゃないです、はい、しっかりこうマイルドな初期制度があって、うん、奥あれもうもっといくのみたいな、うん、はい、そういう感じです。ギュッて高速で踏んでみたいな、200キロぐらいからガーって。いや、そういう車じゃないんですよ。いや、そういう車じゃないですか。
300キロで巡航して、こうアウトバーンよく速度制限あるからそこでグーッと減速してまた300キロ出してっていう感じじゃないですか。そうなのかな。なんか今想像したのもキャーッと止まっていう、そういう違います。ちゃんと十分な制動距離でグーッて止まる、はい、いやいいな、大人の車ですよ。そうですね、うん、だからエンジンのアイドリングとかも、はい、全然静かですよね。ちょっと今プラススポーツにしちゃってるんで、うん、ちょっと排気音聞いて聞こえて、あでもそんなに変わんないか、ちょっと上がるぐらいでしょ。そうっすね。じゃあコンフォートプラスにさせてください、お願いします。もうしちゃうの？え、俺この車の、はい、私思うんです、コンフォートプラスが、はい、一番の味だと思うんですよ。いやだからそこから味わって、あ、じゃあ、ちょっと待って、そう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 最初に美味しいとこ食べるタイプね。そうですね、はいはい、もうショートケーキとかもイチゴから食べちゃうから、ですか、はい、いやでも本当にこれ言ったら、うん、そんなにこうなんだろう、手が入ってんのとかお金かかってんのって分かりにくいじゃない、分かりにくいですね。だから車に詳しい人じゃないと分かんないですよね、うんうん、だそこが逆にいいと思うんですよね。うわすごいソフト。いやでもやっぱりこの車の芯の硬さはしっかりさは変わんないですね、うんうん、前な 誰か何かで見た時に、はい、アルピナって、はい、なんだっけな、ちょっとそのロールスロイスに近い乗り心地って言った。足回りの柔らかさ、だから、ねね、猫足とかよく言うじゃない、あよく動く感じはしますよね、うん、どうだろう、ちょっとそういう先入観で乗ってるからか、うん、僕のイメージしてたアルピナよりかは すごい硬い目の気がします。硬めのイメージだった、はい、ただそれ足が動いてないんじゃなくって、うんうん、なんかその芯がすごいしっかりしてる感じがするっすね、うん、だからなんかドイツ車のロールスを目指してたんじゃないかなっていう感じをそこで僕はちょっと感じたことはありましたけどね、まあ、それも本当個人の考えなんで全然何のあれもないですけど。そしてトルク感がすごいエンジン、これ本当に M のエンジンですかっていうぐらいマイルドだし、マイルドだね、はい、そしてトルク感がすごい、うん、いいですか、どうぞ。速い、これ今スポーツじゃないでしょ、はい、あそっか、コンフォートプラスだ、そうだよ、コンフォートプラスこれだよ。でもなんかすごい、余裕っすね、余裕、怖さない、怖さはあるよそれ助手席はちょっとスポーツにしてみようでしょう、はいはい、スポーツプラス、スポーツ、はい、あでもやっぱり全体的にすごいなんか角がない、うん、うん、なんか荒々しい感じしないですもんね、うん、しない、うん、めちゃくちゃパワーってめちゃくちゃブレーキ効くけどなんか全てが余裕、なんかもっとだから車格が上の車に乗ってる雰囲気があります、うん、5とか7まではいかないですけど、なんかサイズ感こそ3シリーズですけど、うん、なんか全体的なその車の味付けとか質感がもっと全然上の車格の車に乗ってる印象があります、うん、足回りでブレーキも使ってるかじゃない、ああそうなんですかね、うん、速い、速い、速い、めっちゃ速い、速いけど言われてみたら、はい、やっぱうん、なんか安定してるよね。してます、してます。してる、してる、はい、うん。なんか全部だからそのなんですか、角がないんですよ。角がない、角がない。全部角がない。速いんだけど、はい、うん。そう。なんだろう、なんて言ったらいいのかな。なんて言ったらいいのかな。電気自動車っぽいけど違うな。電気自動車ではないですね。じゃじゃ、なんかその。はい、滑らかすぎる、なんか表現難しいな本来だったらこのポテンシャルだったらもっと多分、うん、もっとグイグイ来るよね、極端だと思うんですよ多分、うんうんうん、ブレーキの効きも、うんうん、ステアリングのレスポンスも、うんうん、その吹き上がり方も、うんうん、だ全部なんかこうワンテンポあるというか、うん、だからやっぱりさっきのさ、あのなんだろうな、そうだよ、はい、これはいい車だ、やっぱ全然違うんですよアルピナ、これめちゃくちゃいい車ですね、違いますね、いやでもやっぱりスポーツじゃなくて、うん、これコンフォートプラス、コンフォートかコンフォートで乗るのが正解な気がする、うんうん、やっぱりその時間をね、余裕を持って、そうですね、
快適に早く、そうですね、これちょっとコンフォートプラスで飲むのがやっぱり正解な気がしますね。いやいい車欲しい、欲しいです。スポーツの方はなんかあれだよね、ちょっとスポーツ好きな人どうぞみたいな感じ、ちょっとおまけみたいな、そうですね、そうですね、本当におまけですね、うん、はい、まあ一応できますよみたいな、できますけど、はい、本当はこっちで楽しんでくださいっていう、はい、そういう感じですね。いやいい車や、全てに余裕を感じる、はい、アルピナみたいな男になりたいですねどういう男ですかそれ。余裕のある男ですよ。あのスーツ、僕の勝手なイメージだと、うん、スーツ着てるジェイソン・ステイタムさんみたいな、あ、はい、ちゃんとコンフォートさもあるんですけど、はい、俺はどっちかって言ったらジェームス・モンドみたいな感じかな。あ、ちょっとスマートなんだけど、だってジェイソンはでも見た感じもトルク感はでもボンドじゃなくないですか。いやでも、はい、でもまあまあそうだね、はい、そうだね、うん、決してあのシュワルツネッガーではないんですよね、うんうん、ジェイソン・ステイタムなんですよ、スーツ着てる。チャック・ウィルソンチャック・ウィルソンなんですか。いや、いやいい車でもすごくないですか、田舎のこのタイプライター作ってた会社が、うん、はい、今や BM に認められて、うん、BM の保証も受けられるんですもんね。だってもちろんもちろん受けられます、はい、いやすごい。でもやっぱりまあ、はい、何度も言いますけど、はい、まあ、僕たちいじるのが、はい、いじることをご提案する仕事ですけど、はい、アルピナは、はい、このまま乗ってほしいですね。そうですね、もう言ったらだってそのドイツのそのいじりの究極系じゃないですか。そうそう、僕たちよりもよりね、そうですよ、そうですよ、これ一点に絞ってる人たちが、はい、これって出してる車を、はい、そうですね、ぜひね、ちょっと小島さんにそのあのなんか読み物読んでほしいです。その初代その立ち上げた会長が亡くなった時のなんかその読み物に書いてあったんですけど、一番最初に BMW1500 っていう車のキャブレターを作ったんですよ。それがなんか80馬力が90馬力になるちょっと性能のいいキャブレター。ただあのお金がなかったんで宣伝もできないし、あのその当時フランクフルトモーターショーをやってたらしいんですよ。ただフランクフルトモーターショーに出すほどの規模もないしお金もないし、どうしたかって言ったら、そのフランクフルトモーターショーに来てる1500乗ってきた人のその車に全部そのチラシをワイパーに挟んだらしいんですよ。でそれがもう爆発的に売れて、で性能もめちゃくちゃ上がってこれすごいっていうことになって BMW から認められたらしいですよ。そうなんだ、すごくないですかそのストーリー。すごいね、それちょっと映画に、映画になりますよね。そう映画になるそれは、でそれがもう作り上げた車っすよ、うん、はい、だからもうそうですね、買うしかないじゃないですか。生半可なことを言っちゃうんですね。そうですね、本当に、はい、歴史が詰まってる車で。というわけでちょっとコメントでめちゃくちゃ詳しいコメントが来ると、うん、もっと勉強しておけばよかったってちょっとへこむんですけど、ぜひ詳しい方はコメントよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。いやめっちゃいい車。でもね、いつもさここで終わるとさ、はい、お金の話するじゃない、はい、アルピナが、はい、アルピナって、はい、ある程度下がりますよね。市場ではやっぱりね認められないの、金額的には。でもそれしょうがないと思う。しょうがない、しょうがないと思う、はい、うん、やっぱりその元々が円数のための車って歌ってるぐらいだから、うん、もうそもそもなんか向けてるパイがすごい少ないじゃないですか、うん、少ない少ない。あとはやっぱりこれだけオーダーメイドに近い内容だと、うん、やっぱりまあ、価格差すごいあれば別ですけど、うんうん、やっぱり自分で頼みたいってなりますよね、うんうん、そりゃそうだよね、はい、だからね本当にこの魅力を伝えられないのが残念です、はい、ただ中古だとやっぱり価格も多少落ち着いてるし、はい、即納っていうすごいメリットあるじゃないですか。メリットもあるし、うん、だと車のこの良さは変わらないので、うん、だ毎回僕はカーセンサーとかでアルピナ見てびっくりするのは、うん、たまに距離めちゃめちゃ飛んでる昔のアルピナとか出てくるじゃないですか、うん、値段すごい値段ついてるんですよね、うんうん、そうそうそう、20万キロとかしてて300万とか400万ついてるんですよ。そんな車なくないですか。 そうね、うん、だそれはやっぱり一定数こう認められてるというか、うん、支持されてる。アルピナ自体もやっぱりさ、車屋さんも食わず嫌い絶対いると思うんだよね。あ、なんかアルピナだから、で昔のチューナーとかもそうだけど、はい、こんなに生き残ってるチューナーないじゃない、はい、確かに BMW で確かにないですね、うん、一番成功してるチューナーですね。そう、もっとそうですね、アルピナ専門店ですね。あとやっぱりアルピナといえどやっぱり年数経っちゃうと、うん、いろんな消耗品が出てきたりいろいろ減ったるじゃないですか、うん、だから高年式低走行っていうのはかなりやっぱりいいのかなって、うん、いいですね、うん、でもまあ長く付き合って長くこう修理して、そうですね、乗ってもいい車の魅力はあると思いますね、はい。
じゃあ最後になりますけれども、はい、あの小島さん、はい、アルピナを新車でオーダーできる男になりたいです。そうですね、うん、もう車好きの理想じゃないですか。なんかいやでも理想だし、はい、やっぱここまでこだわった車を一部の人だけに届けたいっていう、やっぱ変にいじっちゃダメですね。そうですね、まあ、あのホームページに書いてあった通り、うん、円数のための車ということで、うん、本当にこれを例えばお父さん乗って息子さん乗って代々乗り継いでいってもなんかすごいかっこいい感じはします。本当に距離乗られますもんね。だから中古車情報サイトでもすごい距離飛んでる、うんうん、あのアルピナとか時々出てきますけど、そうですね、なんかもう納得ですよね。そうそうですね、はい、やっぱりアルピナってやっぱり、ね、時間を買うって言われてるじゃないですか、やっぱりもうそういうやっぱり、うん、なんか、うん、そうですね。いやでもね、しみじみしちゃいましたね、うん、はい、この年になもうちょっと上行かないと良さ分かんないのかな、はい、そうっすかね。ま、もういいおじさんだから大丈夫かな。大丈夫だ、大丈夫か、はい、だから結構あの聞く話だと、うん、あの他の車からアルピナに乗り換える、うん、もしくは M からアルピナに乗り換える方がいらっしゃるんですけど、うん、アルピナから M に戻る方っていらっしゃらないっていう、うん、本当かどうか分かんないですよ、はい、でもやっぱり競合されるけどやっぱ全然違いますよね。みたいですね。全然違いますよね、はい、うん、でもねやっぱりこうアルピナ何台も紹介していくじゃないですか。紹介していくたびにアルピナの知識がこうどん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 こうアップデートされていく、はい、とともにアルピナの魅力がどん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 増していく感じがします。めちゃくちゃ分かりますよ本当に、はいはい、というわけでぜひ興味のある方、はい、新車注文すると多分時間かかると思いますので、こちらの車両であればもう即納ですから。いやもうこれ多分手に入らないですよ。なかなかこのオプションの内容の車もないと思いますので、はい、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はアルピナ B3 リムジンをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。